恐怖せよ。大魔王お姉ちゃんのお通りだぞ。大魔王お姉ちゃん。あ、今日の湯煎車は、イベントの悪役車両の E110 なんだね。うむ。この戦車に乗るには特殊なアイテムであるキーが必要になるのだが、ハーリア、ミッションのロード、オブ、ザ、キーというミッションとかでもらえるらしいんだ。今回はこのミッションをクリアしてキーを1個ゲットできたので、乗ってみることにしたよ。それじゃあ早速、私たちの部下が現れたみたいだから、護衛に向かおうか。了解だよお姉ちゃん。私たちの部下を攻撃する悪い子には、お仕置きが必要だもんね。うむ。そういうことだな妹よ。私たちは部下を大事にする心優しい大魔王お姉ちゃん、&妹コンビだからな。サンキーを押してみたけど、ちょっと遠かったかな。そのようだな妹よ。だけど、そもそも初乗りだからな、いろいろ試しながら行こうか。わかったよお姉ちゃん。砲塔だと弾かれちゃうね。うむ、さすがソ連のワン型ということか。今のはニキーの電磁ショット。そうだよお姉ちゃん、リロードも早めだし、どんどん撃っていった方がいいのかな。そのようだな妹よ。今後はどんどん撃っていこうか。某ゲームの影響で、雷っていうと忍者のイメージが強いけど、そこは気にしないようにしようか。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破だ妹よ。電磁ショットからの通常弾のコンボ、悪くない感じだな。本当だねお姉ちゃん。それとこの通常弾、グングニルって名前みたいだよ。グングニル？確か北欧神話のオーディンの槍だよね。悪役っぽくない名前だけど、この精度、照準時間、拡散は、グングニルの名前にふさわしい大砲なのかもしれないな。本当だねお姉ちゃん。ただ、連射間隔がちょっと遅めなのが気になるね。うむ。連射間隔5秒は、オートローダー戦車の中でもちょっと遅めと言わざるを得ないな。とはいえ、リロードは凄まじい速さだな。弾速750の4発を、たったの13秒でリロードできるのは脅威すぎるな。本当だねお姉ちゃん。さて、この後だけど、北の部下の出撃地点はちょっと遠いから、今いる場所を死守しようか。了解だよお姉ちゃん。T55 に全力で逃げられると、追いつけないもんね。うむ。そういうことだな妹よ。あそこの私たちをパスして南東に行こうとしている敵を倒そうか。了解だよお姉ちゃん。くらえ、大魔王お姉ちゃん必殺の、電磁バースト。電磁バーストはダメージもある技なんだけど、距離があったからかな。ダメージは与えられなかったようだ。ナイス撃破だ妹よ。敵からすっごい撃たれてるけど、痛くも痒くもないね。うむ。さすがは大魔王お姉ちゃんの上手と言えるな。32000のヘルス、私たちにこそふさわしい。さてそれじゃあここで、この子の紹介をしようかな。この子って言うと、ワッペンとアゲアウフ E110。いや、E110 はこのイベントのための専用車両だろうから、紹介するのはかつて通常3にいた、ワッペンとアゲアウフ E100 の方だ。了解だよお姉ちゃん。私たちも一応持ってたもんね。うむ。使い方がわかんなくて、結局50戦くらいしか乗らなかったんだったな。まあ、それは置いておいて、一応通常3にいたワッペンとアゲアウフ E100 は、このゲームのオリジナル車両だ。ただ、完全なオリジナルで、モデルがいないのかっていうとそうでもないらしくて、車体はそのネーミングの通り E100。これはほぼ実在していた。確か E100 は、車体だけほぼ完成していたんだよね。うむ。ドイツの E シリーズで、唯一形になっていたのが E100 の車体らしい。そして、ワッペンとアゲアウフ E100 の特徴である大砲なんだけど、これはこれで実在した対空砲のようだ。15センチの対空砲で、自動装填装置をつけていたらしいんだ。弾倉は写真を見る限り、4発入りの弾倉が、2個くっついていたように見えるな。ということはつまり、一応実在していた E100 の車体に、これまた実在していた自動装填装置付きの対空砲をくっつけた車両。
それがワッペンとアゲアーウフ E100 っていうことなんだね。うむ。その通りだ妹よ。このゲーム、ゲア銃を中心に150ミリクラスの対戦車砲がたくさん登場しているけど、150ミリクラスの大砲は、榴弾砲ならともかく、初速の速い対空砲や対戦車砲ではほぼほぼ実在していないからな。そういう意味では、大口径砲の中ではある意味一番リアリティのある、高初速の大砲だったんだよね。そうなんだね、お姉ちゃん。でも確か、ソ連の BL10 は実在していたんだよね。うむ。BL10 は砲身が長くて、高初速だったようだな。ただ、砲の信頼性の関係で、試作止まりだったらしいけどな。つまり、高初速の150ミリクラスの大口径砲は、まともに存在しないってことだね。うむ。残念ながらそういうことになるな妹よ。でも、こればっかりはしょうがないと思う。150ミリクラスの大砲だと、弾が重くなりすぎて分離装薬になるのは間違いないし、分離装薬の大砲を戦車で使うのは、何かと問題があるからな。そうだねお姉ちゃん。分離装薬だと装填が大変そうだもんね。うむ、そういうことだな妹よ。さて、それじゃあワッペンとアゲアーウフ E100 の話はここまでにして、ゲームに戻ろうか。また一両が南東の拠点に向かっていっちゃったね。うむ。ここは中央を守ってもいいかもなんだけど、とりあえず南東を守りに行こうか。了解だよ姉ちゃん。今回はちょっと障害物が多いけど、二つの拠点を同時に守れると、きっとすっごく強いよね。うむ。ただ、そんなポジションを E110 に取られたら T55 側は詰んじゃうから、さすがにそんな都合よくいかないと思うけどね。それもそうだねお姉ちゃん。でも、一箇所うまいこと守れるだけでも、結構有利になれる気がするね。それは言えているな。くらえ、大魔王お姉ちゃん必殺の、電磁バースト。また外れたか。むう、中央が落ちちゃったか。今度は東と南東だね。とりあえずどっちにも行けるような場所に陣取って、戦うとしようか。了解だよお姉ちゃん。むう、東に逃げよう行っているのか、ここは東の防衛に向かおうか。お姉ちゃん、もう残り時間1分だけど、これなら勝ちは確定に近くないかな。そうかもしれないな妹よ。残り時間1分じゃあ、私たちのヘルスは削りきれないわずだ。今ので倒した敵は重要か。これだけ倒してもリタイアする敵がいないっていうことは、敵のダメージ分散が上手なのかな。そうだねお姉ちゃん。ひどい時はあっさり一人が3落ちするもんね。むう、これは何回落ちるか。南東の拠点が落ちて、30秒時間が増えちゃったね。まあ、問題はないだろう。このヘルスはちょっとやそっとの時間じゃ削りきれないからな。そうだねお姉ちゃん。もし仮に敵のレベルが10でも、1分で削りきれるヘルスじゃないよね。うむ、そういうことだな妹よ。北西の味方のところに敵がいないし、ここを守りきれればこのまま終わりかな。きっとそうだねお姉ちゃん。くっくっく、この地を私たちの最後の拠点、大魔王お姉ちゃん譲渡しようか。了解だよお姉ちゃん。初の E110 だったけど、あっさり勝てちゃったな。本当だねお姉ちゃん。敵の強化はたったの6で時間切れ、圧勝じゃないかな。うむ。いい感じに拠点を守れたのが良かったのかな。さて、それで派成績発表。経験値に何の意味があるのかはよくわからないけど、750。クレジットの75000は結構いいね。そうだねお姉ちゃん。よだめは13504で、キル数11。正直これがいい成績なのかは、よくわからないな。今のバトルで、クエスト1個クリア。別のクエストのカウントが進んだね。うむ。たまにはこういう悪役プレイも悪くないな。本当だねお姉ちゃん。それでは、ご視聴ありがとうございました。